るわあもう始まってる。すいません。始めたわ。まあ、始めました。始めましたね。はい、始まってました。あらあら。このグタグタ具合よ。死ぬほど雑談しとったやん。あってきり始まってないか。え、ライブ配信開始押したが。こちらは始まってなくない？こちら始まっちゃいました。なんでだ？本当だね。わけです。なんでだ？7人待機してんのに。ね。うん。なんで？ 5,000 人待機してんのに。5,000 人待機。始まった始まった。あれ今。来たね。来た。あ、オッケーオッケー。来ましたね。始まった。配信画面低め。だろ？合言葉花六章じわじわ来るな。そう、ね。合言葉が。部屋名みんなツイートしてくれてるんか、もしかして。ツイートじゃあしとこうかな。ツイートまではしない。お願いします。さっさっさっ。ってなら。始まったー。吉田大輝ありがとう。ありがとうございます。ゆるゆる。だって、いつのチャンネルとはいえ、ゆずきゆずって書いてないのまずいかな。書いとくか。まずすぎ。まずすぎ。まずすぎマジ？うん、怒られた。怒られたマジ？嘘じゃん。それは嘘じゃん。嘘しかついたことね。それはやばくない？あ、幻覚だからな。ね。あそこはね。しょうがない。あ、ネムちゃんがいる。お、来たね。いらっしゃーい。いらっしゃーい。まあ、来てくれてありがとう。グダグダしてますわだ。ね。ね。もうちょいグダグダしたら多分始まる。あ、そう、はい、パスワードツイートしなかった。パスワード花六章です。パスワード、あ、そうだ、パスワード。漢字で花六章。こんばんは。漢字花六章。漢字花六章。うん。なんか喋ってる人の声ちっちゃいとかあったら言ってね。言ってください。はい、お願いします。あ、なんか小津さん、すげえごじってるけど。こんばんは。コンビーナハね。コンビーナハ。沈められるぞ、マジで。沈むか。というわけで。自己紹介とかからしていくか？いいね。どうした方がいいの？うん、知らない人がいるかもしれないということで、うん、していくか、じゃあ一応、ゆずきゆずからさせてもらうか。はい、お願いします。ゆずきゆずです。なんか、猫娘、JK、VTuber です。妖怪じゃないです。よろしくお願いします。イェーイ。パチパチパチ。よろしくお願いします。次は？次は。花六章アニスで。はい。阿部さんの緑の妖精、あなたの幻覚花六章アニスでーす。マウスで頑張りまーす。ゲーミングマウスでーす。イエーイ。イエーイ。パパフ。パパフ。パパフ。え？どっちだ次？次はどっちだ？どっちでもいいよ。ザシラさん。はい、こんにちは、こんばんは、ヨイドレ悪魔のシュラーブサントです。イエーイ、よろしくね。イエーイ。はい、じゃあ最後かな。どうもこんばんは、魔法少年のオビです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。イエーイ。お願いします。アイくん、そう、天才画伯だからみんな期待しといて。気をつけよう。普通の人間がいね。まあ、この2人、センスいいんだけど、このサイン。あ、すごい。羨ましい。かいしょ？今、ノリで描いた。すごい。ノリでそこまでできる？ノリすぎでは。イエーイ。ノリノリだね。ノリノリだね。やば。何これ。なんかネタ打ち回ってるけど。花六章マジむずい。やっぱりね、この長さでインパクトね。長さで勝負。それ大事。インパクト大事。あ、花だけだっつった。大体こんな感じ。
ぐちゃぐちゃぐちゃ。6章どこ行ったよ。6章花アニスじゃん。画数が多すぎる。花ないよこれは。どう花です。どうも花でした。あね、あのピクトセンスについては若干ふわっと説明しようか一応な。お願いします。はいはい、お願いします。あ、なんか待って。ピクの画面死んでね。あ、大丈夫、死んでなかった、大丈夫でした。ナイス。あのピクトセンスっていうのは、もうあのお絵描きの森知ってる人いたらもうほぼそれですっていう。わかんない人向けに説明すると、あのまあ、AI っていうか決めた一個のお題に沿って自動でお題が書き手に出されて、書き手が頑張ってその絵を描く。で、それをみんなで当てるって感じで、まあ、早く答えられたらその人にも出題者の方にも、まあ出題者っていうか絵を描いた人の方にも点が入っていくよっていう、だから伝わる絵を描かなきゃいけないっていうのがポイントですね。なるほど。感じで。伝えて。そう、伝えていきたいということでね。まあ僕、伝達力の神なので。マジだ。神来た、ね、確かに。神来た。すべて伝えていきますから。一応、参加型ってことで、ゆずのとこにも書いてあるんだけど、部屋名がマウス縛りだぞって、合言葉が花六章ってことで。なんで俺なんだ、うん、なんかね。閲覧になってる人がいるんだけど、なんかゲームに参加するみたいなボタンが多分あるはずなんで、そこを押してもらえるとゆずとか部屋主の方に申請が来たよってのが出るんで、それを許可されたらゲームに入れますということでね。戦おう、ぜひどん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 参加してってほしい。参加してほしい。頼んだ。できればマウスで。花六さんです。何書いてんのこれ。俺名前ないきちゃーきちゃーやっぱり決まってるのか。ワンちゃんきちゃーじゃあきちゃー実質コラボじゃん。実質コラボ。あの本当はねもうちょい呼ぼうかとも思ってたんだけど、なんかに喋る人数多いと死ぬから、ね、死にがちよな。死にがちだから生きることにしました。生きることにしました。あーってシュラさんがゆずのこと書いてくれてる。うわ羨ましい。ファンアート。ファンアートじゃん。定定なんだこれは。マウスむずすごい。マウスむず。それはそう。マウスむず。こっちマウスむず。むずいんよ。な指つりそうになる。プルプルするよな。なに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 書いてる。まさかまさか。なあー壊れた。シュラかな。シュラのこと書いてるのかな。壊れちゃったね。あもずくちゃん来た。来ちゃ来ちゃ来ちゃ。こんばんは。じゃあ受けて。マウスむずいよ、マジそりゃそう。え、ちょっとゆるい。あ、なんか足されておかしくなっちゃった。おかしくなっちゃった。知らんよ、これ。もしゃですね。もしゃもしゃ。これこれ、これ何これ。それ耳です。長すぎやろ。ちょっと明日日があれでしたけど、まあシアさんがファンと書いてくれてる。ヘタ、ね、みたいのついちゃった。ヘタ。アホ毛描こうと思ったらヘタみたいになっちゃった。ヘタ6章来た。ヘタ6章ってなんだ。もずくです。黄色見づら。めちかちかなる。ちかちか。ああ、ぼつぼつ始めてくか。始めるか。100人ぐらいいればまあ、まあ、なんとかないでしょう。で、これはなんか、一般。っていうなんか何でもあるわ。みんなが分かりそうなやつの初級だから、まあ、多分そんな難しいのは来ないはず。はず。なるほど。ということで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。で、ゲームスタートします。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そっておびくん来ちゃう。いいね。やべえ。まあ僕はもう最強なんで。ででん
最強なのね。もうこれは何これ、開幕でもう分からんよ。なんなん、怖い怖い怖い、あ、来た、何、素晴らしい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 、これはもうやっぱ初級ですからね。帯検定1級やかな。そう、なえちゃん、そう、来たね。やばいな、腐ってただろさっきの、絶対鳥っぽいね、なんか、あ、な、違う、切ない顔してる。あ、やったー、すげえ、かわいいカラスですね。やばい、ピクトセンス強さ来たかもしれない。ピクトセンス強、嘘でしょ、え、強じゃん、嘘だよ。ピクトセンスに嘘つかれてる。なんだこれ、うまいな、でもなんだこれ、ひげ。文字数見とけよ。あ、ないない、強い、そこ文字数出んだ、ここ下に文字数出てますね。上に出てる丸が、あ、上か、下か上か、書くの、うん、上上、あ、リーコちゃんいらっしゃい、いらっしゃい、むず、え、これどうすればいいんだろう、え、うん、えむず、むずそう、え、これどうすればいいんだろう、え、あー、なんだろう、ん、なんか召喚してる、違う、あー、部屋っぽいね、確かに、あー、なるほどね、なるほどね、よくわかったね、なんとなく和室っぽいなっていう、なるほどな、あと色ですね、色が、色のチョイスが素晴らしかった、なるほどね、色か、じゃあ卵で緑使うね。それはそう。え、皆さんは卵緑に見えてないんですか。怖い。見えないが。怖すぎ。早いね。はい。早いね。早い。簡単だったな、ナス。ナスはいいですね。これも色がいいチョイスでしたね。色大事だね。色大事ですね。なんだ。さっきの畳のやつに対して床にあるやつ、屋根にあるやつって言ってました、はい、なるほど、お金ね。これで分かるのもすごくないですかね。もう好きかなと思った、もう抽象化されて、はい、好きかと思った、あー、これは目が来るぞ、神の絵、え、何カタクラに緑じゃん。あ、色、まあいいか、とりあえず、え、違う、な、な、え、何、こんなんだったっけな、なんだろう、こんなんだった、え、怖い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 、これ怖くなってきた、なんかこんなのあった気がするんだけど、こんなの、なんだこれ、怖い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 、すごい、素晴らしい、目を入れるってことか。そう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 、そういうことです。やっぱここがね、一番のヒントでしたね。怖い怖い怖い、ヒントでしたね、じゃねえんだよ。クックトゥルフ世界に出るだるま、3チェック3チェック入るだろ今の。お、紙っぽいね、え、あん、あー、なるほどね。これは分かりやすい、ゆずきゅず強すぎかもしれんわ、タイピング早いですね、ゆずさん。確かに、実はタイピングそんなに早くない、え、4つだ、忘れた、何かな、あー、あー、早いね。早いね。これは分かりやすいです、ね。タイピングだね。全然答えられない。頑張れ、頑張れ。あ、ちょっと長いの来たぞ。文字数多い。文字、文字でか、文字でかではないだろう。アブさんとかな。困った。アブさんとは5文字かな。西5文字だ。そんなお題は来ないけど。なんだろうこれ。早っ。ネットフォン。分かったね。なるほど。うん、分かった。すごいな。すごいな。やっぱ、ピクトセンスの鬼だからな。ピクトセンスのセンスね。ピクトセンスのセンス。ちょっと。ピクトセンスセンスのある。かぶらんでもろて。これはね。うぇ。あ、
早いね。あ、違うや、書き文字だし。あ、エンズキューズ一強かもしれない。エンズ変換できとらんのやけど。得点の差がやばい。すごいな。700とか言って。3文字。あ、早い。なるほど、なるほど。ないない、早い。グギ。グギな、みんな。グギ。もうずっと書いてたいんだけど。これは分かりやすい。絶対おみくんの分かりやすいや分からんのよ、ね、あ、なに、え、なんだ、あ、怖い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 、ネズミスター、あー怖い怖い、はい、笑いすぎて無理だった。かけでもこれ特徴捉えてません、特徴。いや、おかしいだろ。めちゃくちゃ怖かった。角肥大化しすぎだろ。やっぱそういうカリカチュア大事なんでね、こういう伝えるためには。いや、見えてる世界はちょっと違ったわ。あ、違った。4つになるんだ。お、すごい。なるほど、なるほどね。そっかそっか、伸ばし棒か。なるほどね。うまいね。うまいね。あ、2文字。あ、ええー。2文字。すごいゲロってなる。あ、鳥だよな。そりゃそうだよな。よかった。なるほど。ゲロまずいだろ。まずか。まずくなくね。あ、あっかき。特徴捉えてるけど常に緑、確かに。あ、あ、早いね。早いね。うまいね。おいしそう。あー、あー、いや、多いか、早いな。シンプルで分かりやすいですね。ね、シンプルだった。やばい、追いつかれるかもしれない。あ、そっか、帯くんか。いいね、いいバトルだね。俺たち全然蚊帳の外だけどね。なんだ。なにこれ。なんだ。え、あ、あー、え、違うんか、太鼓じゃないんだ。太鼓っぽいよね。太鼓っぽいと思ったんですけどね。おや、おや、なんだろう。ん、枕じゃない。おえ。え、分からんなこれ。、ね、なんだ、ダメだ、もう太鼓にしか見えなくなってしまう。太鼓にしか、確かに。あ、あー、はい、あ、なるほど、東洋、東洋タイヤ、文字、文字、文字じゃないや。文字じゃなくて、あの、模様、ま、模様、確かに。イエスオーアイズキューズさんって、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。イエーイ、やばやばやばいやり。あとちょっとで品数変わるとこだったな。初級は確かに簡単だね。そうですね、これは分かりやすい。確かに分かりやすかった。で、なんか部屋とか作り直して、うん、あれしようかなと思ってたのに、なんか、それぞれお題1個決めて。うん、いいね。で、の、そっちの方がやりやすいかもしれん。なんか、知らないやつとかでも想像で書いていくのがピクトセンスのおもろいところだから。なるほど。なるほど。醍醐味。最弱でした。空と一点差ないよ。仲いいね。仲良しだね。色固定縛りは、そういうのも確かにありかもね。エイズさん、圧倒的勝利。ありがとう、圧倒的勝利。全員一。何言ってんだ。何言ってんだ。めっちゃ合ってんな。ひとえにゆずきゆずの理解力だったろ。ああ、消せる、言論統制だろ、こんな。失礼します。お便りでした、楽しかった、お疲れさん。いい、ありがとうございます。次もね、来てくれて全然構わんので、オッケーなので、一回部屋を爆散して。爆散します。どうしたらいいの。一回退出したらいいの、俺たちは。一回退出してもらって、はい、はいはい、ゆずがまた次の部屋建てますんで、はいはい、住んで
ってくれるの？部屋名とかパスはさっきと同じ。部屋名は都統一していこうかと。はい。ふむふむ。思います。パスワードは花六章。ありがとうございます。本日の花六章。なんでだろうね。いや作ります。はい。ちょっと待ってな。何でいこうかな。何があるの？いっぱいあるよ。ポケモン全部とか。辞書のとこで見れるのか。ここで見れるの？そう、いっぱいある。辞書か。ジャンルありますね。へ、うん、ポケモンはでも確かにむずいな。ルビサハとかあんまわかんないしね。わかんない。僕ダイパ以降ほとんどわからん。ね。世代が出るね。逆に、ね、関東とかにしとくじゃん。関東。ああ、なるほど。初代いっぱい選べる。151匹からみたいな。あ、いいね。いっぱい選べる。いっぱい選べるんか。複数選べるん。へえ。あ、ポケモン全部からにしようかな。オッケー。地獄だ。書けないじゃん。地獄を見る。わかんないやつは想像で書けばいいってことですね。オッケー。想像で書くわ。結構わからんからね、ポケモン。わかる。結構わからん。選んでるけど、いつも、うん、これなんだっけみたいなことも普通にいるからね。ね、あるよね。なるほど。ラウンドは、コンビニ取るか ?5 回、5ラウンドぐらいする ?OK。はいはい。はーい。でも3ラウンドぐらいってよかった？どう？さっきのが？さっきのが3ラウンドですか？うん。割とちょうどよかった気がするけど、どうなの？人が何人来るかにもよる気がする、うん、3、3で回転回した方が早くいいかもね。タイミングで来れなかった人が次入るみたいな感じ。確かに確かに。さあ作りました。はい、先ほどございます。同じマウス縛りだぞと。マウス縛りだぞで花六章。アニスって書いてた。アニスはいらないですね、すいません。どこだ。人数による放送なら3から5がいいと思う。なるほど、ありがとうございます。じゃあ3でちょうどよかったね。うん、部屋をツイートしとこう。部屋をツイートしなくていいか。コメントに部屋のアドレスを書きます。偉すぎ偉すぎ。何でも素晴らしい。何でもあるエラ6章出た。エラ6章。エラ6章アニス。ま、ます悪ポケモンマスタージェロがいい。ポケモンソだろこんな。ポケモンソパッチモンだろ。閲覧者の方々は参加するみたいなやつ押してもらって。オンリーイズ誰全然いいですけど。なるほどね、そういうので目のハイライトを表現できるのか。そう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 、素晴らしい。怖すぎ。え、なにこれ。怖ハイライトちっちゃ。怖っ。あ、カネオさんいらっしゃい。どうぞどうぞ。あ、こんぐらいか。出ぜ出ぜ。みんな来てくれ。頼むぜ。あ、吉田来ちゃ。吉田いらっしゃい。いいね。じゃあ楽しくなってきたね。ミンミッキュみたいのいる。はい。おお。わかった。ミンミッキュとかもほんと想像で書かないとダメだな。なんとなくわかるけど、でも詳しくはわかんない。なんか目がつぶらすぎる。あまりにも純粋なピカチュウ。よろしくお願いします。ご丁寧にありがとう。よろしく。まずさ、わかるけど書けないみたいなポケモンも全然いるよね。ね、ありますね。リザード書けとか言われたら発狂するかもしれない。体黒くなっちゃった。まあいいや。え、何その、胴体急にヘビみたいになってんの。怖すぎ。スペースが怖い怖い怖い。怖い。怖すぎ。怖すぎ。怖すぎ。ヤギオジいらっしゃい。ラッシーさんもいらっしゃい。ピカチュウ壊れちゃった。こんにちは。コアチューじゃん。ポケモソ。うん。作業上ね、よければ、部屋名が、マウス縛りだぞ、びっくりびっくりびっくりで、
の花六章って合言葉入れてくれたら参加できますんで。すいません、漢字花六章です。ゲレブ参加してくれ。よろしくお願いします。お、あーなるほど、すごい可愛い。あーなるほど、ゼニガメだろう。ゼニね。ゼニね。訳し方が独特。うん、ゼニご三家、ご三家一人だけちょっと日野嵐くんだけ世代が違う気がするけど。日野嵐かわっちい、かわっちいね。ピンクじゃなかった。やば、終わってる。終わった。チケットモンスター。マスターやばいだろ、マジで読めねえだろこれ。ポケモン世界の文字だろもう。あ、でもこれギリヒット影ってわかるくない？あー、ギリね。ぬるっとしてる。ぬるっとしてるけど。なんだっけこのネムさんが書いてるやつ。ベイリーフじゃなくて。あー、そっか。チコリータ。チコね。チコ、チコの方か。チコね。じゃあ、まあ、ぼちぼち始めるか。増えそうもないしな。はい。うわ、なんだっけそれ。ラブかすね。あ、ラブか。はい、ちょっとで。ちょっと。始めていくぜ。はい、お願いします。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ええー、かけよ、かけよ。はっきしや、文字数も違うだろ。かけてよ。むずいのか。いいでしょ。どう、え、ポケモンだからね、アニメじゃないから多分いないはず。ひらがなか、そこそこ。たけしはポケモンかと思ってたわ。わ、なんだろう。ぽいのいるな、なんか。うわ、出てこねえ。あー。あー、ん？あ、キジくん。すげえ。マジ？なるほど。すげえ、ポケモンマスターいる。いや、わかったんだけどな。あ、そっか、色もそうなのか。ライティング遅かったわ。鹿の色なのか。よし、お兄さんだ。5文字。うわ、なんだろう。たけしかな。うまくない？なんかめちゃくちゃ。あー、なんだこれ。あー、わかんない、わかんない、わかんない。わかんない。え？なんか見たことあるような気はするんだけど。スヌーピーかな。あれだ。ごめんごめん。よし。あー、モグリュウ。うめ。よくわかるね。スンギー。ギンギー。一瞬ドリューズしか出てこなくて焦った。めんどくさいな、まあ、それはそう。それはそう。5文字。え？よしだ、切れる。だいぶ迷いが出ている。ね。文字数違うだろ。そうだね、5文字ね。おぉ、山間。5文字だろ。ああ、すごいね。なんだろう。なんだこれ。ヒント。ほう？ほう？わからないから、予想で書いてるのか、今、もしかして。ん保護色？え、何それ。技名もしかして。え、技名もあんの？技名入れてないはずなんだけどな。これたけしだ わ, わ。ちょっと待って、これたけしあるな。たけしあるわ、これたけしあるな、これは。待って、技入れてないはずなんだけど、ごめんなんでだ。え、なんだこれ、3文字だろ。ポケモンのこと技だと思って、技のことポケモンのこと追ってやってる。え、うぱー。あー、なるほどね。なるほど、やべえ、わかんねえな、これ。やりよる。来た。問題の時間です。あ、これ、色が違うわ。これだな。色とかわかる。たけし来た。あ、これ、これでも結構わかるんじゃない？なんだっけ。あー、早いね。いやー、うん、なるほど。わかんねえ。嘘だろ。でか。吉田強いな、やばい。吉田で負けるわ。めちゃくちゃ強い、確かに。吉田さん。ね、ポケモンの知識量にもよるな。やばい。うん。詳しい絵を覚えてないな。
わ、なんかうまそう。あー、なんだっけそれ。出てこない。グレーシャー。はい、なるほど、なるほど。分かるね、いい。さあ、俺分かるかな、ポケモン。何来るかな、本当に。そっからね。ちょうどいい。長そう、前。なるほどね。これはね、ちょっとね、あれですわ。技ですわ。あ、マジ？ラナー文字。おかしいな。言えてないんだけどな。消し、全消しして。思った、まあ、こんなんだろうな。文字色だけで、文字だけで。こんなんだろうな。え？多分こんなんだろうな。わかんだ。あ、すげえ。すげえ、マットショットわかるのすげえわ。すごすぎ。よく出たな、それ。すごい推理だな。自然タイプアーっていうの覚えてんのがすげえ。ね。しかもあんな雑な絵で。え、書けないよ、わからん。すごい。それは強すぎ。すごい。くちばしだけ。くちばし書いただけだすげえ。5文字か。いい顔してる、いい顔してる。あー、なんだっけ。え、違う。あー、いい顔してる。フリーザー。フリーザーね。あー、なるほどね。4文字。うまいな。うまい。めっちゃうまい。うま。うますぎだな。5文字か。どっちでずっとスタンバってるやつって。確かに。なんだ。え？びっくりしてる。びっくりしてるね、これ。何これ。あー、なんだろう。うつぼ系な気がするんだけど、ね。何これ絵描きの犬。あ、絵描きの犬確かにいたね。なんだっけ。た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 たたたた。た。た。たまごだけ。たまごだけ。もうポケモンを放棄している。た。たま、たまげだけ。そんなポケモンいたっけ。た。たけ、たけ。たけし？た、た。たけしじゃないよ。わかんねえこれ。え、なんだろう。びっくりしてる。キノコとかしたたけし。キノコとかしたたけしね。た。き。き。たた。た。え？た、たけ。たまげだけ。たまげだけ。あ、でもそんな感じなんかな。そんなこともいたっけ。わかんない、わからん。逃げだけ。木だけ。え、木だけ。これは玉毛竹。玉毛竹なんだ。玉毛竹。玉毛竹マジ知らん。なんだっけ。あ、玉毛だけがさっき言ったからだな。そうだね、竹だったんだね。あ、わからなかったんだね。俺もそういうのあるわ絶対。シュラポケモン得意かもしれない。強いわ。シュラちょっと強い。ごんもして。たまげたけはいるんです。いりますね。たまげたけはいます。います。あ、なんかかわいい感じしてる。うん、おこりざる。いや、わかんの。すげえ。おこりざる早いね。あー、なるほどね。あ、進化するんだたまげたけ。あー、どんなんだったっけ。どんなんかね。おじさん分かっててもわかんないのに、どんなんだっけってやったら絶望しかないかもしれない。これね、これどこが耳か輪郭かわかんないやつだね、これ。5文字でしょ。え、怖い、怖くなってきた。え、待って、わかんない。怖い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 。何こんなんだったはず。こんなんだったはず。学園ハンサム。何？なんだ？え、怖い怖い怖い、わかんないよマジで。え？クルーレセリア、すげえ。合ってた。
わかるの。なんか大体そんな感じだった気がする。シュラさん強いかもしれない。しかも俺多分クレセリア出たら書けないわ。ポケモンの知識ゴリ押しワンチャンみたいな。ポケモンマスターだな。ポケモンマスターがいる。やばい、わかんない。こんなだった気がする。ああ。ああ。あ、ちょっと、あ、それいい。でかい。そうだ。いや、絶妙に名前だけ出てこないんだよな。ね、見た目が出てくるんだけど。ああ、わかんねえ。わかんねえ。4文字。え、わかんねえ。マジでわかんねえ。わかんねえから、あの、雰囲気で書くわ。どんなんだっけな。メタ読みしてくか。かわいいよ。わかんねえ。なんか、なんかこんなんじゃないかな。何これ。こんなんじゃないかな。こんなんだと思う、俺的には。俺的には、この名前を見たらこんな感じだわ。かわいい。かわいい。わかんねえ。でもどんなんだろう。豆芝みたいな。ね、もうなんかぽいぽい模様つけとこう。これ俺空想ポケモンだからね今これ。ふマジわかんねえ。わかんねえ。怖い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 。どんどん侵されていっていでもの。わかったんだ。捕まる。これで深まる分かるの恐ろしいな。全然違え。マジ深まる出てこない、マジで。アザラシの赤ちゃんって言われてる。はい、あ、かわいい。あー、なんだろうこれ。クマだね、違う、これ。リングマ、そう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 だ。いやいやいや。リングマか。すごすぎ。あとでちょっと深まる調べないとな。だいぶだいぶ遠かったですね。違う。すごい失神できすぎ。そっから描くやついる？え、可愛い目してるね多分。目か。あ、めちゃくちゃ可愛くないこれなんか。あ、なんかわかる。あ、違う。なんだっけ。新構えっぽそう。やばい、名前出てこない。なんだっけ。なんだっけ。なんだっけ。違うわ。思ってたのと全然違う。やばい、名前出てこない。やばい。わからん。わからん。わからん。やばい、名前出てこなかった。なんかチシワルはあるんだけど。チシワルはあるんだけど。わかる、わかる、わかる、わかる。三文字ね、三文字ね。三文字。なんだっけ、こいつ。ああ、たけししか出てこない。いや、これブラックホワイトなんだよ。ああ、どうやって出てこない。かわいいのに。はよ。はよ。絶対、うまいのにね。わかる、わかるんだよ。わかる、マジわかるんだけど、名前わかんねえ。わかんねえ、出てこねえ。あ、やばい。ああ。くっそ。一文字目が出てくれば分かりそうな気がするんだけど。全然名前出てこない。あ、五。あ、ああ。ゴチ、ゴチミルか。ゴチミルか。ゴチミルは出てた。ゴチミルは分かってた。ゴチムだ。ゴチムだ。うまいのに分からないという。うまいのに名前が出てこない。ありがちなんよな、ポケモン。長そう。文字。技っぽそう。あ、違うっぽいな。ほら。かわいい。あ、でも技っぽい。技？技だな。技率高いな。あー、なんだっけ？ボルテッカーっぽいね。あ、ボルテッカーじゃない。電気系だよな、絶対。そうですよね。電気。なんだ？あ、え？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 違うか。エレキボール。エレキボール。そうだ。シャドウはエレキボール。あー、なるほどね。いや、技むずいって絶対、うん、技マジでむずいな。技入ってると思ってなかったわ、マジでごめん。けど意外と俺みたいにあのマジでわかんないポケモン書く場合よりはマシかも。確かに技はなんか名前で書けますよね、それっぽい、うん、雰囲気はね、うん、これも技っぽいんだよな。超音波。あはー、声っぽそう。技って書いてある。なんだっけ。なんだっけ。み？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 みんなの歌。みみんだ。み。み。みの方が。ああ、なるほどね。波動系ね。
なるほど。出るとなるほどってなりますね。あ、そう、遅かった。遅かった。あー、これもなんか微妙に分かんないな。ポケモン分からんけど、オビ君より全然勝ってた。これは多分なんだろう。こいつどっ、あー、え、あー、え、あー、怖くなった急に。5文字5文字ってこれ、あ、ちょ、あ、怖、いや、でもこれでこれで違うの、なんだっけ、何何何、これで分かるはず。なんだっけなんだっけ、こいつこんなんじゃなかったでしたっけ。あー、いや、わかんないけど。あ、怖い怖い、瞳入ったら急に怖くなった。怖い。こんなんじゃなかったっけ、あ、でもなんか、あー、はい、エンベルト、あー、いいね、全然違うだろ。いや、確かにいいな。なるほどね、王冠みたいなの書きたかったわけか。そうですそうです。あ、これ余裕、余裕、余裕か、こんな細かったっけ、確かにそう。あ、かわいい感じのやつだ。お、あー、そっちか、歌ってそうなやつか、違うか、あー、プリンじゃない、ピッピでもない、あって、今のグラってこっちだっけ、グラ、グリト。グリト、グラ、鬼、あー、なるほど、あー、そう、なるほど。おやすみ。いいね。あ、俺もまたこれあれだわ。これ技ですわ。技？ちょっと太。技で次。七文字。ワッサップ。に？え？なんだっけ？なんだっけ、違う、あ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 、いいね、アイアンテールか、アイアンテールか、なるほど、そっかそっか、やった、ね、ビシンビシン、あ、か、優勝、強、優勝しました、強いな、素晴らしい、みんな、すごいね、シュさんすごかった、ね、うんね、でも結構上位勢は接戦でしたね、うん、そうだね、そうね、吉田がすごかった、うん、かなりびっくりした、あ、色塗ってくれてる、アイアンテールにしてる。なるほどね、アイアンを、アイアンテールな、アニポケ勢的にはピカチュウで抱えた方がむしろ分かりやすかったのであるかもしれない、あ、まあ、確かにね、あ、ね、あ、なるほどなるほど、確かにピカチュウなんですけどね、実は、あ、ピカチュウにしてる。目下手、いいね、本当接戦だったな、ピカったね、犬死ぬ死ぬか死ぬって書いてある、それは人間が受けたら死ぬ、ベコーン、死んじゃうよ、死ぬ中、あ、そう、ラッシーさんがずっと書いてくれてる、いや、わかんねえよな、ね、ペリッパー、ペリッパーもなんかぽかったもんね、あれエンペルトのとこかな、とりあえず完全にううだと思ったんだけど、文字数ちげえって思って。アネムさんお疲れさん、ペリッパーの頭こんなのがついてると思う、多分。それそれそれ、なんか金色の王冠みたいなのがあったなとは覚えてたんで、こういう感じ、顔若干メタナイト味あるよね、ああ、なるほど、なんかこういう顔してる、こういう顔してる、なんか、ね、もっとなんかね、で、手の中っぽくなってた気がするんだよ、あ、ま、あ、ポケモンマスター、結構ずんぐりむっくりな感じなんですね、あの、ね、ペンギンだから一応、うん、僕のも描いたのもペンギンだが、え、いや、どう見たってどう見たってね、おや、どう見たってね、違ったね、おやおや、あ、次誰が立ってる、意外と白熱したな、白熱したね。ねえ、じゃあ部屋も変える、ついでにこのまま何でもいいけど変えようか、変えますか、まだ技入ってるしね、うん、技入ってるのちょっとやばすぎだから、はい、出れば出るかな、はい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 、技名わかんないね、わかんないね、技面白かったけどね、確かに2個笑って許されると思うな、で次の部屋はじゃあ、時間意外といかんだから、ハナロックスアニスに適当に選んでもらって。
あ、いいですか。じゃあ俺が立ってたらいいのか。はい、お願いします。マウス縛りで、マウス縛りでびっくりだっけ、忘れた。マウス縛りだぞ、びっくりびっくりびっくり、だぞね。どうしようかな。いや、めちゃくちゃあるな。5チームで、めちゃくちゃある、めちゃくちゃある。5チームで1分待たされたの一生ね、荷物からって言ってごめんって、マジでごめん、ほんとに。いや、分かったんです、げえ分かった、もう、ね、もうめっちゃうまかった、出てこなかった、うん、名前出てこんかったね、完全に ねビジュアルは完璧だったんですけどね、うん、そう、めっちゃうまいと思った、こういうやつって思って、ブラックホワイト好き名乗るのやめます、ほんと分かんなかったんで。いや、めちゃくちゃありすぎて何にしようか分からん、何がいいかな。なんか適当なのでいいよ。適当完全に吹き出物が大量にできた深丸でしたねって書かれてる。人気あい、近年話題のアニメタイトルにするわ。これやば、全然わかんねえかもしれない。あ、地獄の予感がする。地獄だな。あ、ニコニコ動画とかあるよ。いや、やめた方がいいだろ、その方が。対等かも。やめた方がいい。ちなみになんかね、さっき見たらね、ニコ生主、な、2012年度ニコ生主とかあったよ。ニコ生主を書くどういうこと？オッケー、ドラえもんにしよう。ああ、ドラえもんはいいね。なるほど、ドラえもんだったらまだまだまだ。最大に道具とかってこと？多分ね、そんなんとか出るんじゃないかな。じゃあ、またパスワードハナロックショーにして、マウス縛りでにしちゃった。はい。いいよ、はい、です。なんとなく分かれば。なんとなくでよろしくお願いします。お願いします。マウス縛りで？マウス縛りでってやつ。マウス縛りで、これだな、アニス。読み込んでやがる。ロックショー。参加させたいんだね。よいしょ。で、いつも入るの出遅れる。どれ？マウス縛りで、あ、あった。よいしょ。ハナロックショー。やばい、急に怖くなった。やばい。目が壊れた。怖い怖い。やばすんぎ。やばすんぎ。虚無やもんじゃん、虚無やもん。怖すぎだろ。ちょっと変えとくか。マウス縛りで。線をさ、マウスで書くのむずくない？わかる。むずい。怖い怖い。シラさんの親が。いや、ラリってるラリってる、おみさん。たまになるけど、こういう顔。白絵もも怖い、怯えもも怖い。むずいよ、マウスで描くの。実際そう。丸を描くのがめちゃくちゃむずい。うん、教えてくれてる。ドラえもん初級辞書16個しかないから、少人数でやった方がいいよ、だって。ああ、なるほど、なるほどね。そうなんだ。これ土地で帰れないのだけ見ればいいのか。書けばいいのか。じゃあどうしよう。一回これ回す。爆散する？爆散するか。回す？爆散してもいいよ。上手に受けた。あ、めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いのに爆散させられるドラえもん。いいっすか。じゃあ爆散しますわ。すまない。出まーす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 。はい。ちょっと待ってね。もう一回じゃあ。お縛りでね。どうしよっかな。じゃあ他のも含めたらいいのか。複数選べるよね、確か。そうそうそう。あ、ほんとだ、ここ横にあるのね。マリオも足すかな。マリオ足すの？マリオとドラえもん。まずサザエさん。ドラえもんの中で増やすとかじゃなくて。はい。ドラえもん中級も入れた。マリオとあとサザエさん。どう？やばすぎる。マニックなるか。で、ドラえもんのみで縛る。これだとお題が。55個あるか。じゃあそれも中、初級中級で OK、うん、作るぜ。はい、3個うんかんぬん作成いい OK。 あれ、以下の理由により接続が失敗しました。なんだと嫌われてる。嫌われた。
まだサーバーにしてません。あ、マウス縛りであるよ。ある？うん。ドラえもん通級。あ、ほんとだ。え、でも俺がいないんだけどね。すでに部屋が閉じられましたってなってる。じゃあもう一回作ります。すいません。はい。はい。あ、カオスなことになった。ドラえもん。3回、オッケーオッケーオッケー、同意。作成。少し時間を空けてくださいって言われたので、誰か別の人作ってください。あ、了解です。じゃあ、僕が作ります。すいません。頼んだ。ちょっとバグ6章、バグスだったんで。バグス。ドラゴンボールとかもあんのか。馬娘もあるよ。やったことないけど。あ、馬娘とかやったことない人が書くの面白いかもしれないな。ガチの馬の方で書く。く馬娘全然わからん。わからんよね。うん。まあでも本物の馬をテーマにしてるからね。ね。本物の馬。本物の馬もわかんねえな。あ、なんか動説制限とか出ましたね。マジで？マジ？みんなピクトセンスやってんの？大人気なのかな？入れねえ。部屋を作る。入れた入れた。あ、入れました。入れた？ゲイン。ただめちゃくちゃなんかぐるぐるしてるね。オッケー。ありがとう。あ、行きましたね。なんか立てられたみたいですね。ね。俺が3分経たない間に2つも部屋を作ったから。よし、じゃあこれの URL を貼っておきまーす。これしとる。固定を解除して。書いて、メッセージを固定と。バグ6章バグスってコメント打ってる？だなんだ？あ、接続が、切断が発生しましたとか出る。なんだろう、見つけられない。ピクトセンス大人気かもしらん。以下の理由により接続が失敗しました。悲しい。あら、大人気ゲームだね。ピクトセンスが不安定。ねえ、入ろ。怖っ。入れた入れた、帰れた。ミス君のとこから行けるの？ういこれか。すでに同じ名前のどうなってるの？あ、じゃあ一回こっちのアニスさんをキックする。蹴って、蹴ってもらって。あざす。追い出されてる。ダメだ、入室できませんになるから名前変えよう。アニス2。アナロクショアニス。あれ、ダメだ、俺入れねえわ。アナロクショアニスするよ。入れねえんだけど。アナロクショアニス。バンされた。バンされたんだけど俺。俺バンされたわ。すげえ。そんなことある？あれ、なんでシュラさん入りましたね。シュラ取れたよ。バグ6章バグス許せね。追い出されると IP 変えない限りは入れない。ああ、そうなんだ。ああ、じゃあ一回追い出しちゃったらもうあれなのか。じゃあ積んだ俺。積みですね。じゃあスマホから参加しようか。またバグ。スマホから参加しても無理なんだ。そうですね。あ、そっか、部屋をもう一回変えてもらうと。誰かがすいません、すいません、バグ6章で。バグ6章バグス。なればいいの？何？じゃあ部屋立て直しますね。お願いします。はーい、すいません。で、これまたオビ君がやるとあれなので、イエスが作る。お願いします。あ、じゃあお願いします。作れるか。3分経ってるしな、多分ね。ドラえもんだっけ？ドラえもんですね。ありがとうございます。ドラえもん総合定番とか、秘密道具とかも含めるか。いいね。でれれ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 れ。ドラえもん、秘密道具的メジャーぐらいにしとく。そうですね。定番？なんか秘密道具はマジでわかんないな、マジでわかんなそう。定番が20個しかないから、これにしとくか。で、多分量ちょうどいいだろう。よし。バグってる。バグってるね。
すわり、じゃあ、でにしとこう。読書バグス。でやるな。普通に作れたが。おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。作りました。あ、入れた、よかった。ぐるぐるする。よかった。やっぱこれもぐるぐるするわ。どこ？大人気ゲームだね。人気ゲームじゃん。マネス君が URL 貼ってくれたかな。まだかな。まだです。まだです。取りなさい。取りなさい。自分で探すことを放棄する。今落ちました。やったー。どこ？探すぎ。あったあった、これか。大丈夫、技とか入ってない。ドラえもんの技ってなんだ、ほんとだよ。ちょっと見てみたいですね、ドラえもんの技。面白い。なんだろうな。いや、ドラえもん描くのむず。怖すぎ。やばすぎ。やばすぎる、これは。長っ。下ぶくれがすぎる。そういう帽子みたい。ね、顔キョムじゃん。ルル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 、キャムキャムキャム。みんな入ってきてもろって。お願いします。いらっしゃい。にゃ。顔やば。スマート。足。手は暇。やばいだろこれ。すねちゃま。すねちゃん肩ぐるんなってる。すねおの目ってどんなんだった。普通の目じゃない。やばすぎ。すねおがとんがってるのは口かな。口か。だよね。なるほど。目とんがってんのおかしいだろ。ね。メガネ外した時ののび太くんみたいになってる。そこまでとんがってはないだろう。目は普通か。ドラミちゃんうまっ。すっごい。ガクガクだけど。いや、いいで、いい、いい映画できる。伝わるのが偉い。確かに。かわいい国産混じってたな、ドラえもん。こんなじゃないな。髪何なんだっけ。ゴーダタケシ描いてる。よくわかるな。前髪ジャイアンってさ、うん、ジャイアンってジャイアンで出るのかな。ゴーダタケシで出るのかな。ジャイアンで出るのさすがにそこは吉田さん来ちゃー。吉田さん来ちゃー。これしたらわかるよね、多分。わかる、うん、それでわかる。結構みんな特徴的な体の部分があるから。キツネ掛けとか言われたら困るかもしれないわ。ね、確かに。あ、ジャイコでしょ。わかるわ。ね。ジャイコ、カッコ、マーガレット。なんだっけ？ペンネームあったよね。さすがにそこまで覚えてないけど。しゃ。ホラーゲームに出てきそうなスネオって言われてるとそういうの個人で作ってそう。なんかドラえもんドットエグゼとかいう伸びはざはあるけどね、すでに。ああ、あるね、それは。懐かしいな。伸びはざの実況やりたいな。こんなところでそんな扉を開いてしまった。イニシエのインターネット次ね。デキスギ君どうだっけ。なんか七三じゃなかったか。デキスギ君なんか七三でちょっと前にとんがってるような感じのイメージ。センターパート。センターパートデキスギ。なんかさ、目がキラキラしてたらデキスギ君な感じする。それはかっこいいね。イケメンだよね、一番。イケスギ君。イケスギ君。感じで。道具とかやつ全然わかんないかもしれない。漫画読んだことあるんだけどさ、うん、アニメってほとんど見たことないんだよね。逆に？やば。逆に。だいたいみんなアニメじゃない、むしろ。漫画俺もあんま読んだことないけど。
漫画しか読んだことない、ほぼ。すごい。初めての人類だ。人類じゃないが。あ、ごめん、猫だった。転生していくわ。すいません。なんかの風呂敷。タイム風呂敷。大きくなったりちっちゃくなったりするライト。組織名称わかんねえ。スモールライトとビッグライトでは。なんか来なさそうだからもうちょっと始めちゃうかも。やっちゃいますか。時間も時間だしな、はいね、やっちゃいましょう。よし、で、あ、書いちゃった。あ、あ、あ、え、お、白さん長長っ、長っ。あ、どうすればいいんだろう。9文字絶対わかんないよ、これ。ここになんだなんだこれ。あー、はん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 、あ、なんだろう、むずむずいなぁ。ピアノビタさんのピッチ無理だよ。上手ですね。大きい大きい。ぐぐぐりとぐりとぐらグリとグラとドラ。ダメだ。なんかけんよ。諦めるな。グーグーなんたらけ。グー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 ググレカス。違う。グーなんだ。グナシのふりかけは知らねえ。グナシのふりかけって何？何が残ってるの？グリとグラとドラいいね。あれだけで食事出てくるやつ。ああ、そんなのもあるのか。あ、なるほどね。なんだっけ。グルメスパイザー。違う。グ、グル、グル。あ、でもグルメは入ってそうだな。うん。グルメ、グルメ、かけるもんだよな、多分。グルメ。違うな。グルメ。こんばんは、グルメ。グルメテーブルだっけ。そんななんだ。テーブルだろうと思う。えら。分かったね。すごい。あ、でもなんか聞いたことある。いや、てか、なんとかかけって言われたからって感じかもしれん。あー、なるほど、ね。吉田が。あ、ちょちょ。またこれも長いな。ちょ。黒で書こう。また9文字か。うん、これもね、なんかわか、どうなんだろうね。いや、俺も見たことないけどね、これ、どんなのか。ちょっとこれ、あれだな、マークがあれなので、ハートにしとこう。これ、はい、まあ、こんなのとか書いとくか。お、予測変換に踊りどりあるんだけど。こんなのかは分からん、俺も見たことない。あ、なんだ、なんだっけ。え、面白く、なんだっけ、おい、ね、グルメテーブルかけのさ、あれさ、お金の請求世話しに行くらしいよ。あ、そうなの。あ、いいね。おいしそう、タワーか、すごい。すごい、なんか赤十字バッグダメみたいなやつ。そう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 、だからハートにした。なるほどね。めっちゃ長い。なんだが長い。長い。何文字これ。12かな。12文字。もう分かんないよ。めっちゃグリとグラとグラとドラとなんだ、なんだろう、夜っぽい。お、う、う、あ、ラッチの夜に。確かに。う、何なんか出てる、なんか出てるね。なんだこれ、ボート、ルーパールーパー。なに、あー、ボートっぽいね。ね、う、うら、浦島っぽいな、違うか。なあ、なんだろう、うん、う、う、う、全然何も書けないわ。なにこれ。
浦島ボト宇宙創造ボトなんかありそうではある。ありそう。宇宙戦艦ヤマト。大和宇宙アッソだな。宇宙アッソだね。宇宙航海ボート。宇宙わかんねえ。宇宙なんだ。宇宙探検王っぽいね。宇宙ごじってるしな。あれが相手も絶対わかんないんだよ。ね、やっぱボートなんよ。ね、絶対そう。宇宙。宇宙。5文字入るのか。宇宙。わかんねえ。ああ、でもなんかすごいね。あとちょっとなんだよね。映画とか入れてそう。宇宙救命ボート。あーなるほどね、救命ボートかー。なるほど。わかんねえ。そうか、確か今一瞬なんか十字みたいなの出てた。十字一瞬書いたね。これもうわかるだろう。どこでもできるやつめっちゃ焦って全然文章にならんかったドクデッどこでもいけるドアあ、なるさん楽しんでやってます。あざーす。これはわかりやす、ね、ドラえもん強い花六章アニスかわいいねマジでアニメしか見たことないけどね。ああなんだんー、ビッグライトね。いや、各門に終わった。でかすぎくんですね、髪が。足長いな。確かに。え？シュラさん、難しいのばっか言ってる。何これ?7文字。7文字。帽子っぽいな。え？すごい、すげえ。これは手がない。なんなかったの。すごやばすごいな、エスパーだ。ドラえもんガチで合流。てててててん。ちょっと待ってね。ちょっと今なんか、なるほどなるほど、はい。普通にね。行くと普通にね。普通にね。そう緑の文字だし、うん、このタイミングで人名来るんだね3つあーほらエスパーエスパー来た吉田の絵はなしですみんな決め打ちしてるおめえには欠かせないからと言わんばかりの待ってこれ誰も書けず分かんないかもしれないって思うじゃん8文字あ、できすぎくんっぽい。できそう、この。力入ってんね。わかんない、書けない。力入ってんね。これ以上書き込めない。あ、人なんだ。できすぎ、できすぎ、できすぎなんだ。できすぎ優作。なんだっけ。すげーなって。でもできすぎできすぎ系だよな。できすぎ系できすぎじゃないできすぎ系すごいなんか嫌なやつみたいな顔になってるな。嫌だな。できすぎできすぎフルネームわかる人いるんか。わからん。ちょっと待った気がすんだよな。いいなんだっけな。できすぎひでやきいいだよあ、いいかいやね、下の名前知らねえ。あ、すごい。そっか。英才ね。英才。英才。やっぱ英才じゃん。英才。英才か。英才なんやな。君が英才だ今日から。もう何もすべきない。こいつ初見殺し。三文字はそうなるか。かっこいいねえから。やばかんさえてんな。なんかわかんないけど。7文字。アイテムっぽいね。デキシー君のフルネーム初めて知ったよね。絶対こんなんじゃないんだよな。カバンっぽい。なんだ
なんだろう。取りやすい。すげー。すごい。なるほどね。すげー。ガチでおるな。ゆずがビギでなんかラックのみで点取ってる。人物点がすごい。申し訳なくなってくる。山間だもんな。弱そう。肩幅すごっ。え？弱そう、下手すぎる。ジャイアンなの？そっかそっか。俺、高田たけしの顔全然痛く出てこなかった。さっきそれ書いてたのに。ジャイコしか書けん。起きた、ようやく書けるね。四角形。はあ。おお、なんだろうこれ。違う、なんだっけ。なんだっけな、これ見たことあるな、多分。ええー。あ。なんだっけ。なんだっけ名前。なんだっけ。これだ。奇跡カメラ。ああ、なるほどね。映画で出てくるからは。セントロッカー。怖い人がいる。五文字ね。五文字。あ、人っぽい。あ、はい。うん、正解。なるほど。こっちはフルネームなんだ。グランブルファンタジー。急に。急に何？急にグランブルファンタジー来たな。え？長い。6文字。あ、違うな。劇場版ジョイン、ちょっと優しいやつ。ね。あー、なんだろうこれ。オビ君の絵がやばいこと今思い出した、そういえば。寿司。え？の？素晴らしい。のびすけ。誰？音のびすけなんだ。のびすけ。漫画読んでるから詳しい。やったー、ゆず、人物点高いかもしれない。強なんで先生かと思った、わかるな。先生と混ざるんですよね。なんかさ、のび太パパってさ、なんか優しい目してない、なんかメガネでさ。確かに。あれメガネじゃないんだ。あれ、あ、メガネかけてましたっけ。メガネじゃないな。かけてたかな。かけてない気がしてきた。なんか優しい顔してるよね、なんか。そう、なんか垂れ目だったような気がするんだよな。垂れ目だったかさっきの。あれ、垂れ目じゃなかったっけ。じゃあ、あ、違う、下がり眉なんだ、単純に。なんかさ、こう。まあ、この絵描きの時間が一番楽しい。学園ハンサムに出てくるのび太。学園ハンサムにいた頃ののび太。絶対強い。顎尖っとりますがな。肩幅も大きく。肩幅大きく。でもパパもなんかそういう感じの前髪な気がするな。前髪丸まってませんでしたっけ。はぁ、なんかそこ、丸まって、違うな、こうやってくるっとはしてない。団子っぱなか。そう、団子っぱな、団子っぱな。あー、そうそうそう、ドラえもんの登場人物全体的に団子っぱな。確かに学園ハンサム。やば、やばそうなドラえもん来てる。ビンビン来てるね。顎尖ってる、やば。刺さってるね、肩にこれ。顎が。キャー、のび太サンドウェッチ。あーって、同じの書いちゃった。やめよう、燃やしたろそれは。もうスネを尖ってるね。この学園は3人乗りなんだ。学園3人乗りとかあるか。ジャイアンの書き方教えてほしい。
ドラサムね、なるほど。何これ、この胸のとこ一瞬腹筋割れてるこれ。なんかさ、オレンジの服にさ、うん、これやっときゃわかるだろう、黒のジグザグしよう。確かにね、それで一発なんだけどね。確かに、なんか顔文字綺麗なジャイアン、顔文字でさ、ジャイアンのあれできなかったっけ。あとで探しとこう。綺麗なジャイアン。ゴリラ描けばジャイアンっぽくなりますね。それはさすがに言い過ぎでは。概念の合田武史。切れてるよって。もうただの卵なんよ。でもワンちゃんわかる。ね。黒顔。切れてるよ。切れてるよ。いいね。あとなんかさ、なんかこういう感じでさ、うん、ギザギザの音符とか書いときゃ。あー、ボエーね。あー。ボエー。ボエー要素重要。なんか、ギザギザの音符に押しやられてるスネ置いてる。ギターすね。このドラえもんね、目がね、本当に素朴よな。こんなムキムキなのに痛い。シュールだね。そしてあれか、時間もちょうど良くなってきた感じかな。え、いい感じかもしれん。ね、はい、締めます。締めますか。締めてくか。はい。いやね、今日は半クが通ったんだけど、まあ、もうちょっとね集まると面白いかもしれないし、まあ、でもこれぐらいのテンポが一番いいかもしれんというところもなくはなく、なんかガーティックフォンとかもやりたいね、また。あ、そうね。あ、そうですね。あれまた違った面白さあるから、うんうん、ガーティックはまた何、マウスで縛られるんですか、俺たちは。マウスで縛るでしょ、それも。普通に書いても面白くないからね。そんなことねえし、面白いし。そんなことないよ。面白いし。みんな、そういうのね、ちょっと、エウマのね、ガーティックフォンで暴れてもらって。ゆうくんお疲れ、終わりの挨拶です。おかしくなっていくのが楽しいみたいなとこあるからな。ね。ね。なんかね、なんかやれたらいいなって思います。はい。などうでしたか？なんか順番に何か言っていくか？楽しかった？そうだね。あえず一旦でハナロクショーニス。はい。マジマウスが難しいという気持ちしかないですね、僕は。あとマジでポケモンがわからんと。深丸と見せかけた、失神だらけのアザラシの赤ちゃんを描きました。はい。またね、マウスをちょっと磨いていきたいと思いますね。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でーす。さあ、次、シュラッツォ。よかった。みんなタイピング早いね。確かに。分かってても全然さ、なんか書けない、答えられないと思って、ピエってなってた。楽しかった。またやりたいです。ね、またやりたいね。だね。はい、ありがとうございました。じゃあ、オビくん。はい。まあ、僕はやっぱり普段からね、お絵かきするときマウスなんで、やっぱその経験の長さが活かせたかなと思ってます。それはそうだろうな。やっぱりね、やっぱこういうところで本領を発揮していくのがね、魔法少年としての務めかなっていうので、すごい楽しかったです。またぜひあったらお願いします。イエス、ぜひまた呼びますよ。面白いからな。ね、面白かった。ね、なんか告知ある方とかいらっしゃいますか？不定期配信です。明日ですね。明日、明日さんのね、定期配信火曜日なんであります。とのことで、はい、ぜひ見に行こう。ハナロクショーニスは俺多分
今日のまた12時ぐらいから雑談配信撮るかもしれないのと、木曜日に如月彼岸さんとのラジオが開始するので、またよろしくお願いします。お、お、好きだ。らしい。コミ君は何かある？とりあえずない。僕は特にないかな。オッケー。ゆずはこの間キュートな彼女あげましたってのと、あと何かあったかな、まあ。ツイッターでいっぱい告知するんで、ツイッターのフォローだけお願いします。お願いします。お願いします。じゃあということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。来てくれた方も、参加してくれたね、みんなもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わります。お疲れ様でした。おつぴきとセンス。お疲れ様です。おつマウス縛り。